お、来たー。さくらさんと大門高校野球部、強そうだな。久しぶり。監督に響きのと練習試合してもらうようにお願い。さくらさん、響きのが強いからって言って遠くからわざわざ。もちろんさ、手加減するつもりはないぜ。絶対勝つぞ。いや、超練習してるからな。ごめん、負けてしまった。相手チームのマネージャーに謝ってどうするんだ。うん、いい試合だったって監督も言ってたよ。あ、大門高校ってめっちゃ強いんかな。私ね、うん、あなたに会えてその、なんやこいつ、なんか来たぞ、変なやつが。いや、君だね。こいつはさくら君は君をベタ褒めしていたよ。素晴らしいプレイヤーだとね。確かに聞いていた通りの素晴らしいプレーだったよ。ああ、それはどう思う。ま、練習試合としてはちょうどいい加減だったから。じゃあ行こうか、さくら君。うーわ、うぜえこいつ、マジでぶっ殺してやるわ。はい、あ、さくらさん、うわ、匠か、びっくりさせるぜ。大門高校のエースで2枚目。ちょいと相手が悪かったな。ま、これも運命というやつだ。すげえこいつの、もう大門高校のエース2枚目、すげえムカついた今。なんで渋い声であえて言った。分かっていてもすげえ悔しい。くそ、絶対優勝してやるわ。そんなことよりも光とみなずきどうにかしないとな。あいつらマジ爆弾ずっと抱えておけんな。よーし、来たぞ。多分これでいけるはず。わーり、テレビ見てたら遅れたぜ。完全に行く気満々じゃねえかよ。今日はいい天気だな、赤井さん。嬉しいだろう。閉店の霹靂だぜ。閉店の霹靂、ぼやぼやしてっと。ああ、おー、そろそろ帰ろうぞ。いや、今日は絶対釣れそうな気がするんだ。釣るまでは。うるせえな、男のくせに。まだかな、早く帰りたいでござる。お、来たか。おお、すごそうな音してるな。おお、わ、この絵見たことある、なんか知らんけど。よっしゃ、本当に釣りやがった。すげえ。すっげえ遊んだ。終わった。終わった。じゃあ、来た、甲子園。来たぞ、甲子園。甲子園に出られるなんて思ってもいなかったな。よし、全力を尽くして頑張ろう。じゃあ全力尽くすぞ、マジで。絶対勝つやろ、めっちゃ運動したからな。これは勝ちましたわ。誰相手、ソキチ、ソニ高校。はい、勝った。もう2回打った時点で勝ちやからな。うわ、強え、楽勝だな。1回戦突破。6789101111、いいね、全部突破や。頑張れ俺。ここら辺はカットしようかな。よっしゃ、ついに決勝戦だぜ。あの大門高校と優勝を争うことになっちまった。さくらさんはどうしてるんだろう。あ、さくらさん、いよいよだね。決勝で敵味方に分かれちゃったね。さくらさんと戦うなんて想像もしてなかったよ。それは私も同じ。練習試合ならともかく、こうして優勝争いをするなんて。やっぱり佐藤さんは大学高校を応援するんだろうな。大門高校か。大門高校野球部のマネージャーだから。そうしないとメンバーが元気出せないじゃん。さくらさんはそういう人だよ。何を聞いてるんだ俺は。大門高校には絶対に勝ってほしい。そのために今日まで辛い練習を重ねてきたんだもの。けど私は、
響きの高校にも負けてほしくない。なんかこうなるとさ、感情が複雑になるよな。さくらさん、ありがとう。俺も精一杯戦うよ。それが悔いを残さないただ一つの方法だと思うんだ。うん、その通りだね。大門高校は絶対に負けないよ。ああ、響きの高校も絶対に負けない、うん、来てよかったってそう思いたいもん。それじゃ良い戦いをしよう。うん、絶対勝つけどな。よし、この試合俺が決めるぞ。頑張って。さくらさん、どうしてるだろう。どうだったんだよ。どうだったんだよ。俺ここで実況者としてやめようかな。もうここでやめようかな。絶対そんなことせんわ。さくらさん、残念だったね。せっかく頑張ってきたのに。俺違うの。勘違いしないで。私、響きのが優勝したのが嬉しいの。あれ、それと勝ったじゃん。大門のみんなは泣いていたけど、とっても勝った。また来年に向けて頑張るから。絶対勝つと思ったけどね。なんていうか、あ、ありがとう。でも私ってやっぱりドジなのかも。え、どうして。最後の最後、あなたがバッターボックスに立ったとき、私あなたのこと応援しちゃった。大門のマネージャー失格だね。さくらさん、でも後悔はしてない。あなたを無心に応援できたとき、私は野球部のマネージャーなんだって思えたの。起きた。もうこいつ出てこいよって今思ったばっかりだぜ俺今。さすが、さくら君が見込んだチームだったよ。言い訳はしないさ。雑魚が帰れとっただ、バーカー。いや、勝負は時の運。俺たち、今度は俺たちの負けかもしれないよ、うん、貴様にかっこいいセリフは言わせたくないな。でも正直に受け止めておくよ。ありがとう。さくらさん、言ってしまった。一応忠告だけしておく。なんだよ。さくら君のことはしっかり捕まえておかないとダメ。え、そうしないとあっという間に僕がかっさらっていくからな。お前じゃもう相手にならないから。いい塚めかっこつきやがって。帰れよ、おい、帰れよ。とっととどっか行け。ということで、あとイベントがクリスマスイブだけなので、クリスマスのとこまで飛ばします。あとついでに、あとセーブミスってます。また最初からします。最悪だよ。はい、とクリスマス前に文化祭があったの完璧に忘れてたぜ。よ、何つまんない顔してるんだ。そういえばさくらさんがいたけど、お前会ってないの。なんだって。気のせいかもしれないけど、お前のことを探してたみたいだぜ。じゃあ、さくらさんが来てるのか。よし、探しに行くぞ。おい、こら、なんだお前、こんなとこで何やってんだよ。すぐに仮装行列が始まるぞ。やだね、お前一人でやってろ。寝言は着替えてからにしろ。待って、このままだとさくらさんが帰ってしまう。いや、自分の教室に寄ったら来るだろ。さくらさんも帰ってたろうな。あー、俺のバカ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 、なぜ純を振り切れなかったんだ。あんなに筋肉あるのにな。あの、え、その声はババババーン。来たー。てかさ、さくらちゃんのさ CG 多くない。さくらさん、あれ、これ主人公よりも多い気がする。もう文化祭は終わってるのに、もしかして俺のことを。一度は帰ろうかと思ったんだけど、ギリギリまでいようと思って戻ってきて本当によかった。ありがとう。でももし会えなかったら、きっと悲しかった。
でも私信じてたから、絶対会えるって、あなたに会えるって信じてたから。電話ちょうだいよめっちゃリアル。ごめんなさい、もう私時間がないの。え、せっかく会えたのに。ちょっと無理してきちゃったから、早く帰らないと怒られちゃう。ごめん、もう少し早く会っていれば。うん、会えただけですごく嬉しかったよ。じゃあ元気でね。うわ、なんかこういうのがあったらなんか遠距離恋愛もいいんだろうなとか思っちゃうけどな。でも遠距離恋愛は嫌だ。遠距離恋愛するならはもう一緒になるわ。あ、間違いねえ。よっしゃ、卒業式に来ました。あれ、クリスマスはと思った人は、そうだね、次の動画でまた会いましょう。なんでかってミスっちゃった。クリスマス、パーティー行くの忘れちゃったパーティー忘れとったわ、完全に。校門のところでさくらさんが待ってるよ。お前何でも知ってるな。え、いいから早く行ってこいよ、待たせちゃかわいそうだね。ああ、行ってくるよ。たくみパーンみたいな、もう後ろ姿が眩しいぜみたいな感じやろうな起きたー、制服は違う。さくらさん、卒業おめでとう。うん、さくらかん、さくらさんこそ卒業おめでとう。あれ、卒業式はどうしたの？急いできたの。どうしても伝えたいことが。黒の制服かっこいいな。あのね、その、さくらさん、ごめんなさい。私ったら何やってんだろう。そう。どうしたの？うん、ここだと言えないから中庭の方にね。うん、制服オレンジはよかったな。ここでいい？あのね、私ね、時のこと謝るね。私何も言わずに泣いちゃって、あの時あなたと会うのがこれが最後って思ったら涙が止まらなくて。大門高校に行ってからのあなたのことずっと気になってて、なんだか寂しくて胸が痛くて、だからどうしてもあなたの声が聞きたくて電話しちゃって。あなたの声が聞けた時すごく嬉しかった。でもいつもさよならの言葉を言った後すごく悲しくて、あなたと私の間の距離が遠い、すごく遠い気がして。さくらさん、それに卒業しちゃうと本当にもう一生会えない、そんな気がして。だからずっと言おうと思っていたこと今言うね。私あなたのことが好きです。ずっとずっと前から好きです。実は俺もさくらさんのことが。
好きだよ、さくらさん。ありがとう。うん。変だな、私。嬉しいのに泣いちゃってる。あ、伝説の鐘が鳴らないはずなのに。でも、私も秀吉の生徒でいいのかな。いいと思うよ。そうじゃないと伝説に合わなくなっちゃうからね。うん。いやー、さくらちゃんよかったな。うん、一番好きやったわ。いや、ほんと暗いばっかりしてたな。いやー、しかしな、しかしよ、セーブミスったな。もう一つエンディングがあるんだけど、もう一つのエンディングがな、ちょっとね、また最初からというのはね、まあ最初からやるんですけど、まあ頑張りますというところで、次回クリスマスと、最後のエンディング、2つ目のエンディングを見たいと思います。あともう一つか、あともう一つのイベントがあるんで、そちらの方も見ていきたいと思いますので、ご期待ください。ということで今回はここまでにしたいと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー。